こんにちは、心理カウンセラーの佐々木浩二です。今回は、2つの動画にわたって誰からも嫌われたくない心理が、作られてきたプロセスを今回の動画で、で次の動画でそれを克服していくプロセスっていうのをお話しできたらなと思います。で、誰からも嫌われたくない、当然ですよね。嫌われたら悲しいですしね。ただそれが過剰に働くことで、嫌われたらどうしようっていう風な予期する不安だとかで、嫌われてしまうことを、極度に恐れるがあまりに相手に合わせすぎたり依存しちゃったりするんですよ。じゃあこれどういう過程で生まれるかというと、多くは母と子の関係で、こういった信念っていうものがこう作られるって言われます。で、赤ん坊の時に泣いて、普通に泣いてもお母さん来てくれなかった、あれ私って価値ないのかなって赤ちゃんは思うんですね。で、無意識で思うから、じゃあ次もっと思いっきり泣いてみた、ようやく来てくれた、ここで学習するんですよね。自分は無力で無価値だっていうことが一つの学習で、もう一つが思いっきり泣いて不安をアピールすればお母さんが来る、この二つを学習しちゃうんですよ。そうするとどうなるか、思いっきり不安が増大してそれを相手にぶつけると相手が来るっていうのを学んでるから、率直に助けを求めることができないんですね。で、率直に助けを求めた時点ではお母さん来てくれなかったから、で、これを経験によってもっと強化していくわけです。例えば小学校に上がった、友達はほっといたら助けてはくれなかった、でもなんか些細なことで泣いた、泣いたらみんなが慰めてくれて先生も優しくしてくれた、そっかそっか、私は成長しない方がいいんだな、無気力というか無力で泣いてる方がいいんだって思うと成長ができないんですね。で、挑戦もできない。でもこのまま泣いててみんなが優しくしてくれる世界に入れたらいいんですが、高学年になっても泣いてたらどうでしょう、中学校になっても泣いてたらどうでしょう、高校になった、青春時代恋愛してる時でもうじうじしくしく泣いてたどうでしょう、大人になっても泣いてたどうでしょう。こうやってちょっとずつ成長していく大人像と社会の通念とのギャップが生まれてくるんですね。小さい頃はそれで良かったかもしれない、でも経験によって強化されちゃってるんです。だから10歳ぐらいまでの間で大体人間って信念出来上がるっていうんですが、10歳ぐらいまでの間って大体小学校低学年までの間じゃないですか。泣いてて保護されるんだっていうことで強化されてしまって、でそれが大人になるまでもう剥がれなくなっちゃう。そうすると自分って無力なままの方が有利に生きられる、誰からも見捨てられないっていうことを無意識にセットしてしまうんですね。そうなると学習性無力感って言って、その人の本来の力とかを出す気力もなくなっちゃうんです。無力にしてる方が周りが助けてくれるもんって、むしろ無力にしてないとお母さんに嫌われちゃって見捨てられちゃって死んじゃうもんっていう強烈な気持ちが自分の中に埋め尽くされてしまうんですね。だってね、子供ってお母さんに見捨てられたらお乳もらえなくて死んじゃうんですよ。だから死を避けるための苦渋の決断として思いっきり泣くとか無力であることを選んだんですよ。これ死の恐怖を避けるためのむちゃくちゃけなげな決断なんですよね。これなんでこんなに熱弁してるかというと、今まで僕が今話してきたその泣いてたり不安だったりして動けないっていうのを、この動画見てる人もしかしたら刺さるかもしれない。私がそうだよって、で私がそうだよっていう顔しなくていいんですね。死を避けるための苦渋の決断として頑張ってきたんです、あなた。だからどの動画でもなんかもう頑張ってきたんですって本当言ってるんですが、本当にそうなので、自己嫌悪なんかに陥る必要一切ないんですね。で、生まれた後から作られたものだから学習性なんですよ。生まれた後で学習して経験で強化してきたものということは変えられるんですね。で、しかも無力感です、無力じゃないんです。で、カウンセリングに来られる方、不安感強くて動けないし嫌われるのが怖すぎるっていう方たくさんいらっしゃいます。でもね、皆さん結局むっちゃ強いんですよ。
最終的に自分がしたいこととか目覚めたり、そういえば自分はあんなこと好きだったし、いやあの道では結構ベテランで仕事もバリバリこなしてたぞとか、学生時代こういう成功体験もあったぞって思い出させていくと、むっちゃ強くなって目キラキラしだして、他の人よりパワー強いんですよね。でそれが証拠に、パワー強い人じゃないととっくに心くじかれてボロッボロになって生きていけなくなってるはずなんです。でも生きている、でカウンセリングに申し込もうって思っている、自分を変えようとネットで検索して僕のこと見つけてくれたっていうことは、パワーがめちゃくちゃあるんですね。たまたま経験で強化されちゃっただけ。これが10歳ぐらいまでだから覚えてないんですよ、大人になると。これが強化されたものなんだっていうことを知らないだけ。それさえ知ってしまえば今ここからちゃんと変えていくことできるんですね。でもこれが強化されすぎちゃって、どうせ自分なんて、いやでも結局嫌われるよね、いやだってあの人なんか舌打ちばっかりするんだもん、睨んでくるんだもん、いうふうにどうせ自分なんてっていう自分の否定につながったり、だってあの人がって言って他人を責めたりし始めるんですね。でこの深層意識、まあ、もしくは潜在意識っていう、この10歳ぐらいまでできてきた心の大元っていうのは、自分とか他人の区別ってつかないんですよ。だから自己嫌悪に陥ろうが他人を責めようがどっちでも一緒、とにかく自分が責められたと受け取るんですね。そうなると、もともと無力感があって、自分なんて無力だ、どうせやったって無駄だって思ってると、自己肯定感、自分は存在してもいい、存在価値があるよっていうこの自己肯定感、どんどん下がっていくんですね。で自己肯定感が下がっていくと、自分で自分を満たせなくなるんです。そうなると他人で自分を満たそうとするんですね。で赤ちゃんの例と同じで、思いっきり泣きわめいたり成長しないことで無力であることが生存戦略にどんどん変わっていく。そうやって他人をコントロールしようとするんですよ。自分で自分を満たせないから不安とかをアピールする、率直に助けを求めて頼ってありがとうって言ったら、頼られた側も嬉しい、どういたしましてお互い様じゃん、イエイってなるんですね。これが自己肯定感とか、他者を肯定する力も強い安定した状態。でも不安定な状態だと、不安をチラリズムさせたり、なんかこうはっきりと助けを求め、遠回しにバカ丁寧に回りくどく助けを求めたりして、相手がイライラする。で相手がイライラするのを、ほらやっぱり私ってイライラさせちゃうんだって経験で強化する。でどうせだってで自己否定、自己肯定感ダウン、この悪循環断ち切りましょう。でこれを断ち切っていく過程っていうのを、次の動画で解説してますので、できれば続けて見ていただければと思います。はい、では今回は以上です。参考になったと思われた方、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。